踏みつけられて蹴飛ばしたりなんだらして蹴飛ばしたり、うん、その犯人が横浜で捕まったっていう話、うん、あっお疲れ様です、時間あったんでちょっとあの地下道寄ってみたんですけど、あんまりあれですね、人いないですよね。なんかこの地下道ってリーダー的な人っているんですか？いない、別にいない。あ、いないんだ。じゃあもうなんか歴で、要するに人に迷惑、なるたけ迷惑かけないようにね。だから俺とかさ、みんなあの反応してきたりなんだりするから、うん、あんまり騒がないようにはしてるけど。ああ、確かにね。だから もし来た時はもう上で出てみる。うんうんうん。あ、なるさ。ああ、ゆいさんがちょっと外に出て、したら支援されてて、やっぱりここの中は響くからね。確かにね。あ、そうなんだ。ゆいさん、その他のチャンネル出てるじゃないですか。反響すごいですか？反響いいんだかわからないけど、俺自分で見ないから。あ、見てないんですか？そうなんだ。自分にだって面白くないものな。そうなんだ。何部編集されてるとかなんだとかって言ったら、自分の あんまり見たいと思わない。そうなんですね。ゆいさん、ここ地下道って何年ぐらいでしたっけ？まだ1年なんぼで、2年経ってないもん。あ、マジっすか？もっとなんかいるイメージある。長いようなイメージある。なんか長いイメージあるな。そうなんだ。でもなんか1年前と、なんかこの地下道だいぶ変わりましたね、なんかね。前からより変わったね。いや、ここ掃除してから全然荷物なくなったでしょ。そうだそうだ、めちゃめちゃ荷物いっぱいあったんだわ。そう、なんか前ここに荷物積み上がってましたもんね。確かに。あれからコロッと変わってる。そうだわ、それがなくなってから、なくなってからさ、なんかみんなこっちに作れなくなってる。あ、そうですよね、うん、みんなこっち側に全部作ってるから、なるたけ人通る。これはなんか意識されてたんですか？みんな予想に作れなかったから3人いるから、いろいろ。あー、あ、じゃあこの場所利用するにもちょっとこう暗黙の了解みたいなのがあるんですよ、やっぱり。そう。そうなんだ。でもそういうこと、治安とかもあんま良くなかったじゃないですか。なんか結構大きい事件とかってありました、今まで？騒ぎとかあったけど、うん、あ、騒ぎ、火を火つけられて、あ、なんだりっていうのはあったけど、この地下道で、うん、火つけられて、おばちゃんもとことこにいるときは一応前、はい、前、うんうん、おばちゃんとこさんも火つけられて、あ、おばちゃんのとこも火つけられて、うんうん、これやった人は知ってんだけど、ええ、警察にも届けたんだけど、うん、罪にできないんだって。へー、放火されたのに、だけど証拠がないっていうか、要するに動画でも撮ってたらば間違えなきゃよかったんだけど、うん、ここまでは気がつかなかったよね。あ、確かに、その時にね、僕らがいればね。動画も撮れたけど、なんか前ここでもなんか放火みたいなのありましたよね。ここ要するにあの南西だけ、はい、今年の5月の初め、あ、5月、 あの時に火つけられて、火つけられて結構燃えたんですか？いや、燃えない、ただ黒くなったけど、段ボールとか。ああ、そっか。ポスターに火つけられた。 DNA のファンの人があのここに貼ってったのよ。ああ、はいはいはい、ポスターをね。それを火つけられた。そんなことがあったんだ。その犯人は今どう？その犯人が横浜で捕まったっていう話。あ、え、最近？最近違う、9月か8月か分かんないけど、横浜で、捕まったっていう情報が入った。おお。じゃあそういういたずらをする人たちがやっぱりちょろちょろいたんだ。ゆいさんもなんかされました？いや、全然されてない。あ、ほんと？うん、寝てて、なんか騒いでるなと思ってたら、うん、こういう話。そうなんだ。めっちゃ怖いっすね、そう考えたらね、路上生活って。なんか俺の子は何もされてないんだよ。ほんで、なんとかやられたり、はい。なんでゆいさんとかなんか守られてるんですかね、なんか守り神みたいな。そうなんだ。捕まった犯人っていうのはどういう人たちだったかっていう。どういう人なのか分かんない、俺はっきり。あ、そうなんだ。まだ若い子らだ。若い子、まだ高校生か卒業したか死になるかみたいな感じでやったら。あ、じゃあもう相当若いですね。じゃあ本当悪ふざけみたいな。逃げ足の早いこと早いこと。
姿は見たんですか。ここの人ら追っかけたりもしたんだけど、はい、捕まえられなかったぐらい。そうなんだ。そんな露骨に犯行に及ぶんですね。大役ですねそれ。だから要するにゲーム感覚みたいな感じでやっていけないの。あーひどい話ですねそれね。今の若い人は。それをここでもやって、ナムさんのとこ火つけて、横浜駅でも路上生活してる人いますもんね。そこで火つけて捕まったんだ。まあここでいたずらして、あとは下の人なんだかも行っていたずらしたりなんだり、蹴飛ばしたりなんだりして。蹴飛ばしたり、最悪じゃんそれ。ちょっと今度そういう人現れたら言ってくださいよ。僕は見張りに来るんで、本当に。でね、あの小野さんとか、はい、上で待機したりしたんだ。あ、その見張りじゃないけど、うん、でも捕らえられなかった、あ、来なかったんだ。そうなんだ。あ、じゃあもうここはやめて横浜の方行ったんじゃないの。本当になったら夏休み中に捕まったのかな。あ、そうなんだ。めっちゃ最近です。本当1ヶ月ぐらいの話だ、うん、そうそうそう。その情報はどっから入ってくるんですか、その捕まったみたいな。いや、警察かなんかから、関係者の方から、あの人たち捕まったよみたいなの言われたんだ。だから要するにどこでいたずらしたけど何でも全部聞かれて分かった。ああ、ありましたみたいなあれで。ああ、最悪っすねそれ。みんな怖くて眠れなかったでしょ。いや全然俺は平気だ。ゆいさんずぶといな。そうなんだ。でもどうですか、最近はじゃあ割と落ち着いてる感じですか。全然最近は平和だよ。そうなんだ。まあたまに本当に酔っ払いは通るけどね。酔っ払いってどういうことしてくるんですか。絡んでくるだけよ。ただなんだかんだって。そういう時どうするんですか。これ出せばみんな降りてくるから。ああ。みんな助けてくれるから。へえ、あ、そうなんだ。じゃあ割となんかここで住んでる人たちはなんかこう、まあ、仲いいって言ったらあれですけど仲間みたいなとこあるんですね。ここにいるさんって言うんだけど、はい、この人もなんか因縁つけられたかなんかして。誰かに。酔っ払いに。酔っ払いに、うん、そしたらこいつが自分で警察呼んで蹴りでやられた。バカみたいなのいいじゃん。すごいっすね。さんがなんか刃物かなんか持ってんじゃないかと思ってほんで怖くなって電話したんじゃないの。あー、なんか面白いっすねそう考えたら。